こんにちは。今日はトライすることをためらわないことが未来を豊かにする。こちらお話ししていきます。今回は無意識に避けていることにトライしようというお話です。あなたは今何歳ですか自分の歳を理由にしなくなったことがありませんか人に嫌がられるだろうから 遠ざけていることはありませんか今回は身近なことで普段諦めていることやトライせずに嫌っていることを見直そうというミッションです今回この話題を挙げたのは自分の適性が変わってきていることに気づいてない点を改善するためですというのも 王の時代に入り、約10年経ちました。祖の時代に経験したことがだんだんと体と意識から抜けて魂の中の記憶が少しずつ解放されてくる時期に入りました去年は宇宙レベルもプラス1に変わりできることが増えていますしかし自分の能力は 以前のまま進化せずに退化していると思い込んでいる方がとても多いです。最近、単発バイトなどが取り上げられています。自分を試すために、こういうものにトライして、何か得ることで未来を変えることができます。自分に合わず、嫌だなと思ったら、 ここで合わない、合うという判断をしましょう。実行したら、普段では気づかなかった能力や楽しさに出会うかもしれません。まとめ、社会が変化してきている今だからこそ、<laughs> 新しい仕事や何かにトライしよう。自分の隠れた能力に 気づくかかもしししれないいいのだかららははい、こちら今日はお話ししていきます先日英語のちょこっと動画を見ていたらトライは気軽にやってみようという意味合いがありチャレンジは一生かけて頑張ることだと出ていたので今回チャレンジという言葉を省きましたトライにしました 説明していきますえ無意識に避けていることこれは昔で言うところの食べず嫌いってやつですね食べもせずに何かまずそうだからやらない、まあ、こういったことが周りにたくさんあるはずですえこれは自分に似合わない色だから着ないとかこの形の服は自分に合わないから着ないとかこの素材は着たことがないから嫌とか いろんな嫌があると思いますね。無意識に避けている。仕事にしても誰かに声をかけられたのに自分にはできないよと言って断ってしまったとか、まあたくさんあるはずです。そろそろ、王の時代に入って9年、10年経つので、新しい自分に生まれ変わっていますから、知らなかったこと、 以前はやって失敗したこと、うまくいかないと思うことにぜひトライしてください。このトライすることによって、見えなかった何かが見えてきます。この見えないものが見えてくるというのは、実は王の時代の特徴なんですね。その時代に見えていたものが見えなくなって、 見えなかったものが王の時代に見えるようになる。こんなことをセミナーで弾きました。ここの能力もそうです。あなたの中に隠れていて見えなかった能力がそろそろ見えてくる形に変わってきます。やってみたら意外とサクサクできて、え自分に合ってるんじゃないかなって思うような結果だった。というか、 ことがありますねまた何かをするにしてもこのやり方はめんどくさいと思ってたまたはこれ以外にこの方法はないはずだと思っていたのに新しい方法が実はもっと簡単な方法があった、まあ、こういうことが周り中にたくさんあります。仕事じゃないんですけど あるのは茶碗蒸し大好きであの昔はふ化器で茶碗蒸しを作ったんですが今電子レンジで簡単に作れたりお鍋でお湯をぐつぐつ沸かしてもちょっとねタオルを1枚入れて茶碗蒸し作ると酢が入らないでおいしいのができるというのを知りました。 いやあんなに茶碗蒸しはハードルが高くてどうにもならなかったのに楽に作れるようになってますね。驚いたっていうレベルではないです。だから私たちは思う以上に新しい時代にまだ馴染んでないですね。新しいことがどんどん起きていることに気づいてないんですよね。 まあ動画をショート動画見てるとたくさん出てきます。こんなにもいろんな知らないことがあるんだ。考えてたことと全く違うことがあるんだ。パスタにしても大鍋にお湯を入れて茹でるんじゃないと。お湯なんか少しでいい。えゆで卵もそうですよね。お湯少しでいい。その方が早くできますよ。まあ、こんなことも情報として挙がっています。これと一緒です。ここでは 単発バイトを上げてみたんですが単発バイトもいいと思うんですよ年齢関係なく雇ってくれますのでやってみたら意外と良かったねさっぱりした人間関係がすごい良かったっていうこともあるかもしれません社会に関わることが楽しいじゃないかって思うかもしれません是非とも 自分の中でこれはダメだろうな私はダメだろうなと思っていることを一つ一つ方向転換してやってみてくださいで。やってみたら普段では気づかなかった能力や楽しさに出会うかもしれない。これまさにここでえ楽しいことに出会うっていうのはすごく大切なんですね。世界が狭い人っていうのはどうしても 愚痴ばっかりりになりやすすいです世界が狭いんだからしょうがないんですよ。で、相手の欠点ばかり見えてしまうわけだから。特にこう欠点ばっかり見える値口の多い人こそ、新しいことにトライしてください。もういっそのこと、あれですよ、ゲームでもいいですよ。何かお気に入りのゲーム見つけて、ちょこ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 やるだけでも、腹が立つことが減ります。 また集中することによって何か充足感が出て自分に対する見方が変わってくる可能性ありますよね。こんな私なんて思わないでね、こんなにも私すごいじゃないと思えるような環境を今年はぜひ作ってください。ちょっと今日は早いですが、今日はここまで。またねー